はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロラストライトリダックス続きやっていきます。さあ、現在は墓地かレジーナ号でベニスへ、ベニスを目指してるんだけど、まあいろいろ行けるところも多いそうで、探索もやっていこう。なんだ、なんか黒くなんか見えるんだけど、何これ。光を当てると、何これ。光を消す、もしくはなんか視点を向けると黒い影が人の、スナイパーライフル。なんだこれ、スナイパーライフルだ。ショットガンと変えていこうかな。いや、君は、うお、なに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 、脱出。ほら先に行こう。怖いよ。早く行きましょう。敵が来たら、これで。お、来た。どこ来た。また来た。リロード。あ、いる。よし。どんどん押せ。うわ、上にいるな。フィルターここか。フィルターは結構あるな。あ、来た。降りろ。あ、まずい。リロード。いた。積んで。お、どうだ。もうこれ以上いけないか。ダメか、降りよう。いや、いけるのか、なんとか押したら。目的地がなんか向こう示されてるな。あ、いや、そんなことはない。なんか光ってるな。これか。線路方向切り替えて前へ行こう。これぶち破れるか。おい、よし。で、こっちもぶち破る。さあ、下り坂だな。お、早い。ちょっと、パベルのグループはトレチャコフスカヤ、通称ベニスに向かっている。彼らは数時間ほど先に進み、頻繁に使われているトンネルを通っているようだ。だが追いついてみせる。そうするしかないのだから。ならず者。ベニスにパベルらが向かってるから、とにかく捕まえる。落ちた目の前にガスマスクが落ちてるぞ。拾えるわけじゃない。フィルターを交換しよう。こういう時に後ろに行くと何かがあったり。カルマが上昇したな。こいつまだ動くのか。これ動くか。よし、シートベルトがなかったなこれは。
まだ先は長い。あ、エンジンかかった。汚染が強い空気だな。ここをぶち破る。あっ、え、あれは誰だ。アルチョムですよ。動くな、サムライト撃つぞ。こちらは武装している、先達の名のもとに。GB じゃなさそうだ。制服に見覚えがない。 GB 確かに敵じゃなさそうだ。ゲームボーイ、撃たないでくれ、民間人だ。女と子供もいる。そっちの邪魔をする気はない。我々はレッドラインの難民だ。難民か。ここは俺が仕切ってる。部下はいないがな。戦える男どもは全員他のキャラバンについていった。ついさっきだ、俺たちを守るために。だが襲撃された。銃声が聞こえ、やがて静かになったが、どうやら生き残った者はいないらしい。それでここで立ち往生してる。来た道を戻っても撃ち殺されるだけだ。それなりの戦闘経験がありそうだな。力を貸してくれないか。俺のためじゃない、子供たちのためだ。これから一体降りよう。一回どうやって生き延びればいいの。まだ生きてるかもしれない。武器のカスタマイズしてくれる。諦めるのは早いわ。別の武器は何がある。あ、こんな感じか。今も何も聞こえないじゃない。勝ったのだとしたら、ならどうして戻ってこないの。今に来るわ。難民か。なんか売ってらっしゃいますか、弾薬。なあ、みんな、スナイパーライフルのちょっと弾薬をたくさん買っていこう。あ、こんだけか。なぜ。弾がお金たくさんあるから買っていこう。またな。よし、じゃあ、よし。どうなんだ。俺たち二人だけで何ができる。身動きが取れないことなら挟み撃ちだ。準備にかかろう。ここを離れるな。誰が女と子供を守るんだ。でもこれ以上仲間を犠牲にできない。あのよそ者が助けてくれる。あいつならやってくれそうだ。あの鍛冶屋、安全帯をあっという間についちまうな。言葉を信じるなんてバカよ。どうして私までこんな場所に。あの愚かな鍛冶屋のせいでみんな死ぬんだわ。揉めてるな。あの旗は素晴らしい人だ。私たち全員を逃がしてくれた。他にも大勢だ。そうね、おかげで野盗に襲われたわ。カスタマイズしてもらおうかな。野盗に遭遇するなんて知るわけないだろ。だったら安全なんて言うべきじゃないわ。リフレックスサイトでもつけてもらおう。 GD の件は何か必要になったらまた来てくれ。そんなの意味ないわ。野盗に殺されるなら同じこと。とりあえず先に進もうかな。なあヤシャ、なぜ逃げてきた。もちろん。この辺はガスマスクはなくて、なあ、ガスマスクなくても大丈夫なんだこの辺は。うわ、ハエがめっちゃたがってる。ライトオン。え、なんだ、こっちか。え、誰か襲われてる。泣きわめくんじゃねえ。いた。誰も消えしねえよ。いるぞここに。勝ったお前が先だ。おい、よし、大丈夫ですか。髪赤。ん、誰か来てるな。誰か来るか。このスナイパーレフル強いぞ。
声が近いぞ。荒くれ者がうろついてるな。こっちか。よし。あっ、どこだ、見えない。さっきの人どうなった。カルマは上昇したけど、これでよかったのか。あれ、いいのかな、この人はこれで。先進みますよ。こっちには何もない。先に進もう。ライト点灯。いた。よし。まだいるか。降りよう。見えないな。いた。よし。これは一発当てれれば決殺できるな。よし、強い。これ一人やられた。よし、はい、強い。ん、一般ピーポー大丈夫か。ありがとう、礼を言うよ。もう助からないかと。子供と女は、生きてる者はみんなさらわれた。さらわれた。俺がレールカーを動かすから、そいつで行くといい。追いかけるなら、作業用トンネルに注意しろ。トラップが仕掛けてあると野党が話してた。トラップ、トラップか。トラップはね、全力で引っかかってしまう。なんか面白い武器持ってるな。これなんだろう。交換。ん、あ、ハンドガンなのかこれ。ちょっとリボルバーと交換してみようかな。これサプレッサーついてんのかな。ついてない。まあいっか。ステルスがそもそもやろうとしても失敗してしまうからな。いざという時は投げナイフだ。トラップか。ちょっとスピード出しすぎに注意して。本当にありがとう。俺はここで少し休む。 OK、 スピード出しすぎに注意しよう。ん、そこにも誰かいた。死んでるな。弾、うわ、お、医療パック。トラップか。なんか危ないですよマークがついてるな。あ、俺核のマークか。なんかドラム缶落ちてるけど俺大丈夫。大丈夫。あ、マスクだ。あ、マスクじゃない、ここ危ないゾーンだ。いけ。マスクは不要か。敵の声がした。様子見てきやす。日記発見。来たらドンパチだぞ。ん、何もいないけどな。そこにいた。はっ。
はっ3回も外した。こっち入ろうかな。サプレッサー武器取っとけばよかった。あ、これサプレッサーだって。これあ、これサプレッサーじゃないんだ。手前のやつやれるな。僕もやっちゃおう。気絶。火は消す。わしょい。あ、気絶で気絶をさせてる意味ね。はい。ライトは消して、さあこちら側はクリア。向かいの方に入ってみよう。あっ、そこにいるのは誰だ。何もいないぞ。気づいてないだと。こっち入れないな。ここは開かないな。開かないけど倒しとくか。え？くそだれ。なんだこれ。はい。ここ通ってくんないの？本当に広くないとこういうの通ってくんないのかな？ネズミではなさそうだったな。ネズミだぞ。これならどうだ。ダメだな。ダメナイフ1本しかない。確かにここに何か動いた。向こう側に行こうか。ここに何か動いた。こうすると言って、ネズミだっつーの。行け。よし、鍵発見。よし、全員やったか。うだ、鉄格子にぶっ刺さってるけど。ヨーパック、なんか無抵抗というか抵抗しなさそうな人もいたけど、倒しちゃってよかったかな。さあとりあえずここら辺はクリアしたから、またあれに乗って先に進もう。でライトオン。トラップがどうとかって言ってたけど、敵がいるってことだったのかな。なんもないよなこの辺。これぶっ壊せるのかこれ。はい、ダメかな。ズチクジじゃぶっ壊せないか。うん、ダメそうだ。降りよう。
あ、ゲート開くスイッチがあるのか。どこかな。ここか。登れない。あ、こっちにあったのか。じゃあゲートオープン。すると敵さんがいらっしゃらない。よし行こう。ライト点灯。ん、なんか光が見えるぞ。しかも一瞬赤く光ってるしな。これ敵がいるな。どこに。山の人たちがたくさんいるな、この辺。投げナイフが今1本しかないな。ない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 。投げナイフ回収させて。なんという貧乏生活だ。先に周辺をなんとかしないとな。ここはただのトイレか。もう先には誰もいなかったが、二人だけが喋ったのは。二人だけっぽいな。よし乗って。こんなもんやね。ん、進行方向が二つあるんだけど、これなんか右側がすごい怪しいな。これなんだろう。へ、ロシア語だからわかんないな。ま、見るからにこっちは行くとまずいですよっていうゾーンだけど。よし、ちょっと待てよ。ここで降りて、あえて切り替える。よし、あえて地獄を選んでいくぞ。右側へ。なんだなんだなんだ。いけ、右側を選んだ方が良かったかもしれない。これは左にいるな。くそ、サプレッサーケットの武器が何もないから、これはナイフでいけるか。片方倒して、よし。そこにいるんだよな。足首で死亡する。よし。戻って言ったら、そいつらは拒否してここでいい、大丈夫だって言うんだ。そこでライターで火をつけると、奴らはただ投げナイフが一つしかないんだよな。口をぽっかり開けていた。その口からは黒い何かが出入りしていたんだ。ダチの言うかは。叫びながら降りてからライターを叩き落とした。俺は駅まで必死で走ったから。で、奴らは消息を絶った。お願い、お願い、それじゃすごい。どうか助けて。死んでる。このロープで出せる。この先か。あ、やめろ。くん、連打成敗。よし。
マンド。逃げれたか。ちょっと念のためにこっちのやつもやっておくか。あれには背筋が凍ったよ。なんか飲むか。俺はもう打たざるを得ないな。はい。よし。投げナイフの判定がね、ちょっと何なんだろうかこれは。あ、瓶が吹っ飛んだ。とりあえず貴重な一本を回収しとこう。いや、なかなかのドクロゾーンだったな、これは。こっから先行けんのかな？ん？ノサリス。突っ込む。よし。あら、これは。先に行けない感じか。ダメだ、こりゃ。行ってしまった。目的地はベネス。まだパベルに追いつけないか。よし、じゃあ今回はここまでにしようかな。なかなかちょっと長いこの地下鉄地下通路ゾーンですが、まあ、もうちょっと先を気長に冒険していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。